こんにちは。今回はね、オニオンブレッドでございます。で、ふっくら生地で玉ねぎとチーズをかけて、まあ、ふっくらと、焼き上げましたって感じですね。では、確かにこの、ふっくらとした、生地で、確かにチーズのね、この、やわらかい味、そして玉ねぎの香ばしい味と香りがします。で、やっぱいいね、こういうのね。なんかふっくらとしてるのがいいんですよ。で、ふっくらとこう生地が柔らかくてて、で、そこにチーズと、このオニオンの感じが、またいいんですよね。で、最近玉ねぎもほら、皮が食べられないわけじゃないみたいね。皮もなんか柔らかくしたら食べられるようだし、皮を使ったそのお茶とかもね、ありますからね、玉ねぎのね。だから、ああいうのも、非常に本来野菜っていうのは、あの皮が栄養があるんですよ。だから我々日本人がそれをどんどん捨ててっちゃってるけどね。あれもったいないんだよね。本当は皮ごと食べたり皮を使用して、お茶だとかそういったものを使うとね、非常に栄養がいいんだよね。だけどまあなかなか、ふっくらとしてるし、そこでこのチーズの柔らかさというか味わいがパーッとくんだよね。それがまたいいなって感じですよね。チーズの柔らかさの上に、その、オニオンの香ばしさが、ぐっと、来る感じが、またこう、素敵だなと、要するに、思いますね。というわけで、はい、やる今回はね、オニオンブレッドと、この、チーズの味の抜群の香りさが、いい味わいで、非常に、ようなと思う味わいでした。というわけで、どうもありがとうございました。